皆様明けましておめでとうございます。さあ2023年、はい、うさぎちゃんです。うさぎか、うん、うさぎは、うん、ね、ぴょんぴょん跳ねて飛躍の年にしたいですね。はい、素晴らしい。以上です。いやまあ本当にとりあえずあのちょっと燃え尽き症候群的な感じでね、今一瞬落ち着いてはいるんですけど、でももうすぐね山崎さんのね発表会がねやってまいりますので、しばらくすると青木さんの発表会もやってまいりますので、でなんかね、結構クリスマスコンサートにとか、うん、去年詰め込んで、うん、いろんな曲を見てきて、うんうん、何をやろうかなと、うん、またね楽しみが、うん、ありますけど、うんうん、山崎さんじゃあ、うん、個人ではどんな1年になされたいですか。個人では、はい、あ個人ではそうですね、そう聞かれるとないんだよ。どんな1年にしたいですか、うん、あそうですね、余裕を持った大人になりたいなって思います。結構大変だねそれ。余裕がない時もユーモアのある人でありたいなって思ってます。あ素晴らしい、そういう人って素晴らしいよね、うん、余裕がない時は余裕はないもん。結果ね、そうなんですよね、うん、あ青木さんはどんな1年にしたいですか。個人的に、個人的にこれはあの私ね、ありがたいことに翻訳が開けるんですよ。開けたんですよ。そうだった、私じゃ本当に気をつけてね、翻訳。本当に、本当に気をつけてね。本当に、マジで。いや、私は、三が日中にお祓いに行きます。素晴らしい。目標。この配信がいつか分かんないけどね、言ってんのかな、ちゃんと。まあ、そんなこんなで、今年もいい年に、したいですし、皆さんにとってもいい年であることを願っております。はい、ごぼうまた23年も全力で走ってると思います、うん、はい、走りますとかじゃなくて多分全力で走らされてる、ね、してると思います。どうぞよろしくお願いします。お願いします。